どうも船越英一郎と犬です。今日はね、宇宙船スケルトで犬の散歩がてらに小ネタ攻略20選レッツゴー。まず最初にスタートダッシュできるの知ってた？このゲームスタート画面をタップするといち早く参加できる。それに加えて移動するように操作しておけば、開始時点でカフェテリアをすでに出ているということも可能。タスクっていうのは3種類あるんだって。ショートタスク、これは短いタスクで数秒で終わるやつ。例えば落ち葉集めとかルート指定みたいなものがこれに部類されている。ロングタスクっていうのはコンプリートするのに時間がかかるタスクのこと。隕石破壊またはゴミ捨てとか複数のステップが絡んでくるタスクもこれに含まれてる。で、ショートタスクとロングタスクは覚える必要が全くないんだけど、コモンタスクだけは覚える必要がある。まずカード認証、このスワイプカードっていうやつね。 No! God! Please! No! 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 ワイヤー修理もコモンタスクで、これは宇宙船の5箇所に設定されているワイヤーの3つを直すという仕事。3つ目、タスクを把握してゲームスキルアップ。ゲーム開始時に左上に表示されているタスクのリスト、その数と種類は待合室の左にあるゲームの設定で全部確認できます。これを日本語に変えて色分けしてみるとこんな感じ。コモンタスク1つ、ロングタスク1つ、ショートタスク2つというふうにこの部屋ではそれぞれ仕事を与えられている。さらにこれをゲームの実際の画面に当てはめてみるとこんな感じ。その振り分けがコモンタスク1つ、ロングタスク1つ、ショートタスク2つっていうゲームの設定通りになっている。ここでなんでコモンタスクを把握する必要があるのかっていうと、実はコモンタスクは全クルー共通のタスクなんだよね。この部屋のコモンタスクは1つって設定されてて、それはフィックスワイヤリング、ワイヤー修理というものに決まってる。どう？気づいた？そう、今回ね、そこの白カード認証のところにいるんだけど、今回コモンタスクはカード認証じゃないので、こいつはカード認証をしてるふりなので速攻レポート。バイバイ。今のは白のボミスっていうのも、殺人鬼の画面でも左上の方にコモンタスク含むおすすめフェイクタスクがあるので、それを参考にして働いてるふりをしよう。その4、目視できるタスクで信頼できる仲間を把握しよう。まずはゴミ捨てタスク。マップの2つの位置に設置されているゴミ箱からマップの下の方に動かして宇宙空間にポイ捨て。これはクルーにしかできない。2つ目はシールド修理、赤くなった六角形をタップするタスク。これをやると外部のライトが点滅する。ちなみにこのタスクは手すりのこの位置からでもできる。3つ目は医療室のスキャン。これは緑の明かりが上下に動くタスク。結構時間がかかるんだよね。ここで気をつけなきゃいけないのは、モニターの近くに立っている場合はスキャンの真似じゃなくてサンプルのタスクをやっているかもしれないということ。このロングタスクはタイマーがゼロになったら戻ってきて終わらせよう。4つ目は隕石破壊のタスク。全部で20の隕石を破壊しなきゃいけないんだけど、使用中は右の大砲が動く。しかもこのタスク途中中断できるんだよね。その他にもリアクター始動のタスクも中断できる。これは明かりのパターンを忘れちゃった時やサボタージュされてる時に使える。これ間違えちゃうと一からやり直しなんで気をつけて。あとシールド修理のタスクも中断できるので、もしタスクをしているところを他の人に確認してほしい時は中断するのもあり。落ち葉集めのタスクも中断できるけど、これはサボタージュ解消の時だけとかしか多分使えないと思う。ちなみに配電構成やリアクター解除のタスクは中断するとリセットされるので注意。タスクが目視できるんだったら楽勝じゃんって思うかもしれないけど、これオフになってる可能性もあります。それをチェックするのは先ほど紹介したタスク配分を確認できる待合室の左側、一番上のビジュアルタスクっていうのがオンだったらタスクは動くけど、オフだと動かないので、ゲーム前に確認しておいて間違えた人を犯人扱いしないようにしましょう。その7、ハンドル補正のタスク。標準を真ん中に合わせるっていうものなんだけど、実は真ん中タップで速攻クリアできる。その8、タ
タスクってゲーム中は殺人鬼のことが気になってマップで指定されるがままにこなしがちだけど、実は辻褄が合うように考えられている。まずはデータ転送のタスク。例えばカフェテリアでデータダウンロードの場合、タブレットにまずデータを移す。他にもデータダウンロードの場所は5箇所ある。その後はアドミンでデータのアップロード。表示を見るとタブレットからヘッドクォーターにデータが転送されている。これは多分もう一つのマップ、ミラヘッドクォーターのこと。ここで理解したいのは、ダウンロードは5箇所あってもアップロードはアドミンの部屋だけということ。なのでゲーム始まってすぐにアップロードのところに立っている人がいたらめちゃくちゃ怪しんでいいです。次はエンジンの燃料補給のタスク。これはまずポリ容器に燃料を入れて、それをマップの上の方のエンジンに注ぐ。そしたらまたポリ容器に燃料を入れて、今度は下の方のエンジンに注ぐ。ゲームなのにしっかり順序を踏んで働かされてる。で、これはエンジン出力の修正タスク。2つのエンジンを別々に直さなきゃいけないんだけど、なぜかこのつかみをダブルタップすると一発でクリアできるっていうことなんで、バグかもしれないんだけど、早くタスク終わるので便利。最後にこの電力供給変更のタスク。最初にエレキトリカルでつかみを上まで上げることになるんだけど、これはちゃんと部屋の名前がつかみの上に記載されてる。意外に細かいところがちゃんとしてる。こういうのね、めっちゃ好きなんだよね。ちなみに電力供給は変更できる部屋が全部で8つある。じゃあこの左のリアクター室にあるのは何っていうことなんだけど、実はフェイクなんだよね。何の役にも立たないただの飾りだから、もし殺人鬼だったらここに立つのは絶対ダメ。他にもタスクがありそうだけど存在しない場所、一瞬で終わるショートタスクの場所、あとさっき紹介したビジュアルタスク、目視できるタスクの場所は絶対に回避しよう。じゃあどこに立てばいいのってことなんだけど、まずロングタスクの場所はおすすめ。データのダウンロードは 8.5 秒かかるから長い間止まってても怪しまれない。燃料補給のタスクも複数のステップなので、タスクバーを気にしないで働いているふりをできる。リアクター始動のタスクも随分なロングタスクだからおすすめ。働いているふりをしている途中なら止まってサボタージュしても怪しまれにくい。殺人鬼の能力の一つ、サボタージュ。これは4種類存在していて、船内の酸素の低下、停電、核燃料のメルトダウン、通信機の妨害がある。殺人鬼も船員同様全サボタージュを解消できるので注意。要するに解消したっていうので犯人じゃないという証拠にはならない。ちなみにこの通信機の妨害はダイヤルを回してこの赤い明かりが消えたところで話せば OK。 殺人鬼としてとても重要なサボタージュ、その最中に使えなくなるものがいくつかある。それをまとめたのがこちら。緊急会議のボタンはサボタージュ解消まで完全に使えなくなります。通信機器の妨害のサボタージュはさらにアドミン端末、そしてカメラが使えなくなる。状況によって使い分けるのが殺人鬼の腕の見せ所。あとサボタージュするときはできるだけ動いている最中にやろう。立ち止まって発生させると高確率で怪しまれる。こんな感じにマップを開いたまま移動してサボタージュをするっていうのが基本的な動き。船員でタスクの位置をマップで確認しているときにたまたまタイミング悪くサボタージュされて疑われるっていうパターンもあるので、こっちもできるだけ動き続けることをおすすめします。さっきからサボタージュサボタージュって何回言ってるかもう分かんないけど、ここでおすすめの使用法紹介。殺害現場から離れた場所で発生させて死体発見を遅らせる作戦。これで殺害時刻の工作、そしてキルカウンターの時間を削ることができる。まさに一石二鳥の作戦。さらに緊急会議を開くのも殺人鬼の戦略の一つなので、招集かけた人は安心だと思わないでください。殺人鬼として使用できる配管、このつながりを把握すると忍びのごとく素早く動き回れる。スケルドでは全ての配管がつながってるわけではないので気をつけよう。マップを見ると出入り口はこんな感じでたくさんあるけど、つながりはこんな感じ。これを把握すれば事前に逃走ルートを考えて行動できるので楽しい。ちなみに配管の開閉、これって影の中でも見えるんだよね。もし配管が開くのを見たら冷静に誰が出てきたのか突き止める行動を取ろう。
連続殺人できないように存在するキルボタンのクールダウンシステム。これはアドミン端末を使っている時、配管に入っている時、カメラをモニターで見ている時停止するので気をつけよう。アモンガスでは亡霊になってもゲームに参加できる。クルーで殺害されたらタスクを終わらせるようにしよう。もちろんサボタージュを直すことはできません。殺人鬼が複数いるゲームで追放された場合も亡霊としてサボタージュを駆使し、他の殺人鬼仲間を援護しよう。以上、宇宙船スケルドから紹介した小ネタ攻略20選、さらにパート2、他のマップの動画も作る予定なので、見逃したくない場合はチャンネル登録お願いします。またねー。